ドン・アメチーはアメリカ合衆国ウィスコンシン州生まれの俳優である。1908年にウィスコンシン州のケノーャで生まれる。母親はアイルランドとドイツの系統で、父親はイタリアからの移民だった。3人の兄弟と3人の姉妹がいる。マルケット大学とウィスコンシン大学マディソン校で学ぶ。ボードビルでそのキャリアをスタートさせ、1935年に映画デビューを果たす。 その後、様々な往年のハリウッド映画へ出演。また同時にテレビドラマなどへも出演して、端正な容姿もあり、徐々にその名が知られていく。ラジオのパーソナリティとしても活躍し、様々な世代から愛された。役者としては、ブロードウェイ舞台へのデビューも、果たして順調にキャリアを重ねていく。60歳を超えても、精力的に仕事に励み、エディマーフィなどが主演する。 コメディ映画に出演。1985年にロン・ハワード監督の国運ではウィリフォード・ブリムリーと共に宇宙人と遭遇する老人をユーモラスに演じて、1986年のアカデミー助演男優賞を受賞した。1988年にはジョー・マンテーニャと共演した週末はマフィアと、においてマンテーニャと共に、 ベネツィア国際映画祭団優賞も受賞している。1993年12月6日、前立腺癌により、アリゾナ州、スコッツデールにある彼の息子の家で死亡した。彼は仮葬され、彼の灰はアイオワ州アズベリーの復活カトリック墓地に埋葬されている。ありがとうございます。